研究員からねこんなご相談をいただいたわけですねなんかこうあちょっと要約するとあのダイエットをねしてるんだけどリバウンドがもう毎回起きてしまうみたいな何日も私は最強私は可愛いと鏡に向かって言っていますそしてでかい全身鏡を買って身体を眺めて受け入れることをしています食事は小学生の頃から静かに喋らずに食べるのが学校のルールみたいで私が食べてるくちゃくちゃした音が聞こえないかビクビクしながら食べてました 母がよくそうしているのでで家族でご飯食べるのも嫌いです早く食べないといろいろ言われるからそしてやじ飛ばしながらテレビで白熱している両親の声を聞くたびに嫌でおにぎり作って2階で食べてましただから一人暮らしをしましたけど菓子パンに癒されて太っていく毎日でエステに通いダイエット食ばかりしすぎて道で倒れて救急車に運ばれました「これじゃダメだと」とダイエットのマインド講座を受け 過去を癒すためにカウンセリングにも通いましたそしてまた両親と向き合うため実家に戻って意見言えるようにはなったけど家でご飯食べるのはどうしても美味しくなくて極力避けています食べたくないのに癒されたいと思うのは食べ物でお菓子に走りますそれを禁止してるわけではないんですが本当に食べたいのと聞くとよくわからなくなるんです 今の会社も社長がタンをペットする音が気になって美味しく感じません食事中ね場所を移せばいいんですが同じような現象が続くので今はそのままで音楽聴きながら食べてますなんかこれを読んでたらエステに通ってね過去を癒してね鏡を見て声掛けしてね本当はもういろいろと自分から指図されたくないんですよ好きな食べているのが好きなことなのにその好きなことを邪魔するなうるさいっていうこの声は ご飯中の社長のタンがうるさいっていう現象なんだけどそれに対して言ってる言葉が結局自分に対して言ってることだよねその自分を好きになるためにダイエット自分の体型を好きになるためにダイエットをしてるんだけどなのでちょっとチャネルリング日記を書いてみてもらえませんかって言ってみたよね自自分で自分でにたただだだ満足したいだけだからこれがね。 望みだからただ自分に満足できてる気持ちっていうのをチャネルリングしてみてっていうねそしたらバスの中で泣いていますけど図星ですうるさいうるさいうるさい静かにしろって思うからここからですね静かなカフェとか高級感感じるところしか行きませんでしたなんかエネルギー上がったからとかのんきに思ってました違うごちゃごちゃうっせえでしたあんなにハッピー DJ 聞いてたのに。 タンがうるせえ、ペチャクチャうるせえ、くちゃくちゃうるせえこれ私が私に指示しすぎてたんですね仕事しながら週4でダンスレッスン英会話教室に通い、オンラインでも英会話を学び家ではストレッチとスクワット、瞑想を聞いて充実してるのかと思ってましたスペック高いな、ねこの人ねスペックが高すぎるこれこれこなせる人なかなかいないですよ あれしろこれししろろこ効率のの夢ごごちゃごちゃゃうっせえですねいろいろ難癖つけないで黙って信頼して部下に任せてくださいよ若い可能性潰さないでくださいって社長に1ヶ月ほど前に言いましたああ私のことかでチャンネルリング日記について今の私じゃ想像もできないのですが最高のボディーを手に入れた私に向けてチャネルリングですかねすでに身体は関係ないのでしょうか夢日記なら毎日書いてモデルになって全国紙に乗るとか書いてます すすごいですね夢日記も毎日でここで私あのその自分の体験談渡辺直美さんについて語ったんですよね最初に研究から入ってきた時は渡辺直美ののことは自分の体型を諦めた人って思ってて思ます素敵だと思うけど私はデブになりたくないなって痩せたら可愛いいのにって痩せてるに100点置いてるのですかねみたいなそれでそ素材の話をしたそしたら素材素材を使う。 あー私は渡辺直美を真似ししたたら太るって思ってて思ました今更ですがハッピーさんは外側でなく意識を見てる私は外側から見て行動を真似してる安室ちゃんみたいな体型になれなくても近づくことはできるって頑張るシチューでもカレーには近づけるんじゃないかってシチューでも美味しいよって言われても私はカレーがいいの似てるじゃんあと一歩じゃんって頑張ってるあーなんかあと一歩で見えてきそうですなので公開しました 今さっきシェアした内容です今の私の意識なら私のさんの今のそのまんまの素材何も変えずに人気モデルになる自信あります存在をそのまま許してそのままで君臨するこの意識で自分を観測する以上に外側の何を変えても勝てないのです震えるそうなりたい意識の違いだけ存在をそのまま許してそのままで君臨する見えてきそうです理解できてませんが気持ちが嬉しくて嬉しくて。 泣いいて多分こう鏡見て毎日「可愛い可愛い,いって言うっていう言葉だけで多分気分の良さを感じてないと思うんですよねあと「夢日記」も「私は私は人気モデルになる人気モデルになる」って毎日ちゃんとルーティンで書いてんだけどそこに気分の良さがない気分の良さ気分の良さは存在をそのまま許してそのままで君臨する以上に 多分それ以上に気分の良さ感じれることってあんまないと思うんですけどちょっとメモってこれ「存在をそのまま許してそのままで君臨する」最高やないこれ素材全部をもう60兆の素材全部を生かしてやるみたいないやそれ以上にどんだけめちゃめちゃ行動して努力してもやっぱ勝てないよこの。 意識持ってる人にはだって存在をそのまま許してそのままで君臨してる意識さえあればですよちょっと行動しただけで何やっても気分よいいから、まあ、勝手になんかこう求めてもないのに結果が出ちゃうみたいなね今こののままの素材を生かすすんですよそうそしてね不思議なもんであのそれをあの。 元に戻ってからですよ私のこの容姿に対しての気分の悪さから私全部生かしたらよかったんやみたいなのになってからですよ。あのいきなり痩せ出しちゃってあの体がほっそりしちゃったんですよねダイエットとか別に意識してなかったのにおいでみんなに言われるようになったら体のライン綺麗になったねってそれまでもバレエやってたのに何も別に体型も変わんなくて。 そんななこと言われてなかったのにしかもなんなら最後の方全然そんな練習もそこまで回す言ってなかったのにだって最後の衣装合わせをやったタイミングで当て布しないと私後ろに入らなかったんですよ衣装がだから先生に結構太めのなんか布を当ててもらってそれで縫ってもらって踊ってたのにこの「私みたいなのになってから。 布がまずいららななくっっちゃってそっから数日後で最後になんか縫ってもらったやつさえも当日またあれになっちゃって「私またせっかく直したのに」って先生なんかこう言うぐらい細くなっちゃったんですよ。いやだから身体がなんていうの太ってるを痩せるっていう意識をやめて今現段階のもう「あたし感でいく」ってやると逆に痩せ出す。 と思う逆にねパラドックスですね痩せようと思っても痩せないけどちょっと一旦ここの60兆個現在のものを最大限活かしてやるってやるとなぜか痩せていくっていうね存在そのままいるしたらそのまま太ったままになるのかと思って恐れも出てましたあーならないと思いますよもう今の状態で私かまあ、これもちょっと実験みたいな感じで今日のテーマは私感の 意識のチャネルリングをししててみようっていうっいところでしたあの人やったら絶対こんなん気にせんやろなーみたいなあの人が私の今肉体に入ったら絶対自信持って生きるやろなーとかね逆にあの人気者の中に今の私の意識が入ったらあああの人絶対くすむわーみたいなとかね <laughs> だったら外側関係なかったやんみたいな。 作意識の人がローランドに今入り込んだらいきなりローランドはローランドではなくなりますねあの感じは消えるでしょうきっと。